広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。ライライチューチューポケガニム中、ローライチューメガーです。ノープルです。本日トレーナーズウェブサイトにて3月10日発売の強化拡張パックトリプレットビートの新カードがたくさん公開されました。いや、ポケモン EX もね、こう2種類公開されたわけですけども、魅力的なね、トレーナーズのカードも公開されております。はい、じゃあ早速ね、ポケモン EX から紹介していきますよ。こちらです、パルデア銅 EX。 おー、なんか普段さ、銅ってさ、結構おっとりした感じの表情のイメージがあるんですけど、これあのバトル中の真剣な眼差しって感じがしていいですね。うん、あとね、おそらく銅が飛ばしてるだろうこの毒、のこの紫の液体みたいなのがドドドドンって広がってる感じがね、非常にいいイラストだなと思います。迫力ありますね。はい、パルデア銅 EX は悪タイプの1進化ポケモンで HP が280です。特性の毒の沼地が、場にスタジアムが出ているなら自分の番に1回使えて、相手のバトルポケモンを毒にします。そして技が悪無色無色ニードルボーン200ダメージで、コインを1回投げて裏なら次の自分の番このポケモンは技が使えません。はい、まず特性毒の沼地でかなり手軽に相手のバトルポケモンを毒にできます。スタジアムを用意してあげればいいんですけど、相手の場にスタジアムが出てる時でも使えるので、そこは便利ですね。毒にされないように相手はスタジアムを出したくなくなるかもしれないね。はい、さらにこの毒の沼地と輝く翡翠オーニュラの特性ポイズンピークを合わせると、毒によって乗せるダメ感を3個にして攻めていくことができます。そして技ニードルボーンも200ダメージという大ダメージが出るので、毒で乗る分のダメ感と合わせてかなり多くのポケモンを倒しやすいですね。悪タイプなのでダークパッチに対応していたり、技を使うためのエネルギーのうち2個が無色なので、ダブルターボエネルギーをつけても技が使いやすいです。うん、ダブルターボエネルギーでダメージが下がっても毒でダメ感を乗せられれば、いろんなポケモンが倒せそうだね。はい、悪タイプなのでニューVマックスやサーナイト EX を弱点ついて一発で倒せるってところから、今流行しているデッキに強いという側面もありますね。そして進化前のパルデアウパーは2種類登場します。はい、こちらです。これも可愛いですね、両方とも。ウパーは可愛い。可愛い。画面右側のパルデアウパーはスミカを探すという技を持っていて、山札からスタジアムを手札に加えてこれます。これでパルデア銅 EX の毒の沼地を使いやすいようにつなげていくことができますね。もう片方のパルデアウパーも逃げるためのエネルギーが1個なので、この差を生かしてどちらを使うか検討していただければと思います。続いて紹介するポケモン EX、 こちらです。デデンデン EX。 おー、尻尾がね、こっちの方に向かってきてますね。うん、いや、めちゃくちゃ可愛い。このドヤ顔っぽい表情もいいです、ね。そしてテラスタルのポケモン、キラキラしてるね。ねえ、なんかもうほんと宝石みたいな輝きがありますね。デデンヌ EX は超タイプの種ポケモンで HP が170です。1つ目の技が超2個のテールスワップ。自分のベンチポケモンを1匹選んで、選んだポケモンに乗っているダメ感を全て相手のバトルポケモンに乗せ替えます。2つ目の技が超3個のワンダーショット170ダメージで、このポケモンについているエネルギーを1個選んでトラッシュします。はい、まずテラスタルのポケモンなのでね、ベンチにいる限り相手の技のダメージを受けません。そして1つ目の技テールスワップは、自分のベンチポケモン1匹に乗ってるダメ感を相手のバトルポケモンに乗せ替えるということで、自分の気絶しそうなベンチポケモンに乗ってるダメ感を全部乗せ替えることで、実質全回復しながら攻めていくことができます。超タイプのデッキだとサーナイト EX よく使われると思うんですけど、特性サイコエンブレイスで1匹のポケモンにダメ感と超エネルギーを貯めた後に、デデン EX のテールスワップでそのダメ感を乗せ替えるっていうのがかなり強いですね。続いて新登場するポケモンのカードを紹介します。ウマジ。はい、これはなんか風力発電所みたいなところを飛んでる感じがしますね。うん、夜でね、星空がすごい綺麗です。めっちゃ綺麗ですね。ウーマージは超タイプの1進化ポケモンで HP が90です。特性のマジカルフリックが、自分の場にこのカードを手札から出して進化させた時に1回使えて、相手のバトルポケモンについているエネルギーを1個選んで相手のベンチポケモンに付け替えます。こちらね、面白い妨害の特性ですよね。うん、進化した時にエネルギーを移動させるってわけですけども、場合によっては相手のバトルポケモンが技を使うために必要なエネルギーが足りなくなるかもしれません。うん、相手が次の番にエネルギーをつけて強力な技を使ってきそうだなっていう場面で使えると効果的ですね。はい、また相手の場にいるビーダルなど、技を使って攻めていくことがあんまなさそうな補助系のね、ポケモンにエネルギーを付け替えてあげれば、その付け替えたエネルギーっていうのはなかなか有効活用されづらいです。うん、これに加えてクラッシュハンマーやスターダンの下っ端などを使えると、さらにバトルのペースを握れそうですね。それはちょっと相手にしたくないですね。うん、続いてサポートのカードを紹介します。ボスの指令ゲーチス。おー、プラズマ団のゲーチスが新たなね、ボスの指令のカードとして登場しましたね。いや、またバリエーションが増えてね、嬉しいですね。うん、でボスの指令はね、相手のベンチポケモンをバトル場に呼び出すっていう強力なサポートで、ほとんどのデッキに入れたいカードなのかなと思うので、嬉しい収録かなと思います。はい、最後に新登場のスタジアムを紹介します。レッスンスタジオ。
はい、効果がお互いの1進化ポケモンが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージがプラス10されます。はい、こちらね、1進化ポケモンを中心に戦うデッキに入れておくことで相手のバトルポケモンを倒しやすくなると思います。先ほど紹介したパルデア同 EX のデッキで使うのもよくて、200ダメージを210ダメージにして毒で合計220というのを目指したり、ダブルターボエネルギーをつけて技を使う場合でも輝く翡翠オーニューラがいれば合計で220ダメージに届くということで、多くの種ポケモンのポケモン部位などを倒しやすくなると思います。他にも1進化のポケモン EX は強力な技を持っていることも多いので、魔剣気ハチマキとかこだわりベルトと合わせてこのスタジアムを使うことでさらにダメージアップして一発で倒せるポケモンの幅が広がりますね。うん、確かに。あとゾロアークの特性幻影変化を使ってさまざまな1進化ポケモンで戦っていくデッキにも入れたいスタジアムですね。ということで本日公開されたカードをたくさん紹介していきました。今後もポケガチャンネルではトリプレットビートの新カード初公開動画や生放送でやっていくので、ぜひチェックしてみてください。はい、高評価とチャンネル登録もぜひお願いします。それでは皆さん、また次回、バイバイ。